なんだここ木の中にこんな場所が。ようこそ人類の海へ。ようこそ財閥の墓場へ。なんだ君はレプリカント作られた存在。答え名はカイネ。誰だどこにいる。落ち着いて急がないで。すぐに会える。君の悪い奴らだ。これは植物を模した統合情報管理データベース。記憶ユニットに原子を記録し伝達している。ブツブツとわけのわからないこと。もちろん君の情報も観測されている。君はゲシュタルト計画を阻んだ。オリジナルゲシュタルトを殺したせいで行き場を失ったゲシュタルトたちが暴走。大勢のレプリカントが犠牲になっている。さっさと顔を見せろ。急がなくてももうすぐ会える。やあ、よく来てくれたね。やあ、よくも来てくれたな。私たちのこの…君は元気だって。これでは会話にならない。では、戦おう。何を言っている。私たちは管理人。この森の管理人。何なんだこいつら。僕たちはずっと見ていた。私たちはずっと聞いていた。繰り返す失われた声を。繰り返される世界の声を。君は何を見せてくれる。君の可能性を見せて。楽しませて。君は本当に興味深いね。君は本当に期待通りだね。こっちに来て。
その強さをサンプリングさせてもらった。君が旅をしていた頃、一番強かった時を再現した。これが私だと。私はこんなにヤワじゃないぞ。君の本能をいくら破壊しても無理だよ。破壊されても分解し再構成するから。まだまだ楽しめるね。いよいよ終わりだね。うるせんだよ。バラバラに解体して潰してやる。
姉さん、やりました。あれは扉でしょうか。失ったものはこの先にある。君が取り戻す最後の希望が。何でしょうか。ここは敵はいないみたいですが。エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった。どこにいたんだ。それになんで腕が4本もあるんだ。カエネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。分かってる。心配したんだぞ、カエネさん。でもまた会えました。ああ、そうだな。カイネさん、僕何か大切なことを忘れてるような気がするんです。エミールもか。カイネさんも。ああ、なんだか知らないが頭の中にモヤみたいなものがかかってて。僕誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。はい、この先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんもですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、この場所は魔王の城。カイネさん、奥に強い魔力を感じます。この場所は特別な場所。あなたにとっても。そこは様々な情報を保存している。この森の機関フレーム、世界のすべて、君の失った記憶も存在する。記憶という意味。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるような。これは君たちの記憶。アイネがいたからここまで来れたんだ。これはくそ。苦しい、痛い、耳障りなんだよ。口を閉じたろ。なんだここは。エミール、ここは君の記憶。ここは君の記憶。ここは君の世界。なんだこれは。君の奥底にある甘い記憶。閉じられていた苦い記憶。魔物。
ゲシュタルト化された人間の魂、これは記憶によって再現されたデータ。君が殺してきた我々の命が、趣味なことしやがって。君は様々な声を聞いた。君の記憶の一番深い場所、君が閉じ込めていた記憶、これが君の最悪の記憶。
力が集まっている。クソったれ、かかってこい、この
おい。おい、聞こえているか？あやつを取り戻すのだろう。まったく、手間のかかる女だ。共に旅をした仲間であろう。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。どうした？まだ思い出せぬか？思い出に浸っている暇はないぞ。あいつ取り戻す。我の魔法で奴を破壊するのだ。魔法の使い方はわかる。派手にやってやれ。言われなくてもクソをしてやるよ。我の力を使い魔法で叩き落とすのだ。叩き込んでやれ。ぶっ潰す。しぶとい奴だ。次は仕留めるぞ。なあシロ。どうした？ありがとう。食べたのか？ぶっ飛ばすぞ、クソ吹き神。その調子だ。おい、分かっておるのか、下着女。お前がやろうとしていることは知るか。私はもう決めたんだ。そうか。また厳格に惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる。もう迷わない。ああ、全部終わりにしてやる。
どめだ。私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えてどういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい。この腐れ野郎。あとは頼んだぞ。
私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だから。Thank you.
Thank you.